はいどうも、ヨンタリクです。今日はですね、決勝戦の2日目ということなんですけども、実は今日、時間の連絡っていうのをもらわなくて、予想で9時に来てみました。そしたらグラウンド誰もいないということでですね、ちょっとコーヒー飲みながらしばらく待ってみたいと思います。ではまた。まだね、なんかキッズが練習してますね。全然試合をする選手たちが集まってくる様子はないです。はいどうも、1時からでしたね。ということで1回帰ってもう1回来たのが現在という感じです。これからね、試合の準備入っていきたいと思います。今打ってる選手ね、帽子のレイカーズですね。バスケットの帽子かぶって野球の練習してで、ね、投げてくれてるバッティングピッチャーはジーンズで投げてますからね。自由ですね、この辺り。どうでもいいところはどうでもいいっていうのね、いいと思うんですよね。僕のフォームのモノマネらしいです。オトラベース。ね、今日ちょっと今バッティングしてたんですけど、雨がねめちゃくちゃ降ってきちゃって。もうすぐ始まるぞっていうあたりで降ってきちゃいましたね。ちょっと待機になるのかなと思います。Hello, amigo, my friend. How are you? Good. 今日もね、なんとかこういう感じでやっていきたいと思います。My friend. Hello. I like sushi. Okay. I like sushi. 両チームの選手ね、こういった感じで、待機してるんですけど。まあ、このぐらいの雨だったらできるんじゃないかなというぐらいにはなってきましたね。マウンド整備してくれてますね。こんにちは。頑張って。試合始まって早速エラーで出塁、荒れてきそうですね。三振でツーアウトながら三塁ですね。M 特編でチェンジです。ドルミエンドアキ。寝てたやつがめちゃくちゃいじられてますね。試合中ね、相手チームから友達の選手呼んで喋ってますね。こういう雰囲気ね、日本には絶対ないと思うんですけど、ボール拾ってあげましたね。まあ、すごいいいと思うんですよね。海外野球ならではです。Hey my friend。Hey my friend。マロン。Hey, my friend. How are you doing, my friend? Good. You good today? Yeah, good today. I'm ready for the game. Yeah. Three strikeout? Yeah. Por favor. Okay, Bobby. Okay. 今ね、ノーアウトランナー一塁から一球バントの構えから見逃した後、監督がね、真顔でうなますって言ったんですよね。もう一回っていう。で、バントのジェスチャーまでして、うわ、サインないからこうやって伝えるんだなと思ったら打ちましたね。そういう作戦なんでしょうか。なかなかの作戦です。ノーアウトランナー1、2塁。これは宇宙間真っ二つですね。先生の2点。あらボーイ。あらボーイ。先生の2塁打の選手ですね。こちらもピンチ。連打でノーアウト1、2塁から。めちゃくちゃじゃれ合ってると思ったら友達なんでしょうね。パスボールでワンアウト2、3塁ですね。点差2対0。守備は完全に1点 OK の体勢ですね。三振あるいは内野フライがベストで、内野ゴロあるいは外野フライだと1点入ってしまうという感じですね。ヒットだとワンヒット2点です。止めて1点入ってランナー1、3塁。セカンドランナーがね、足の遅いランナーだったんですね。
シングルヒットでさらに1点入って点差2対2同点のワンアウト1、2塁です。最近ですね、僕がビデオ撮ってるんで自分がヒット打った後はビデオ見せてくれていきますね。ナイスキッズ。今撮ってなかったんですがツーランホームラン、ライン際だったんでフェアかファールかみたいな際どい判定だったんですが、これで2対4、2点差で劣勢の展開ということですね。このレフト線ね、もうポールがないんですよね。まあライト線もそうなんですけど、なのでもうね、分かんないっていうことですよね。しょうがないという感じだと思います。試合中スナック食ってますね。ドリートレイコレイコレイコ、試合中スナック全然ありです。こういう感じです。今取ってきた左のピッチャーなんですけども、たまにいるんですけども、体の回転が横なのに、腕が真縦に出てきて、ボールのスピンがすっごい綺麗な縦回転してる。体の回転に対してバッターが予想するよりもボールがめっちゃ来るんですよね。これ、大分 B リーグステーションプレイした荒井光斎投手とかってね、結構こういうタイプだったりするんですよね。彼のストレートってすっごい来るんですよ。なので、ちょっとね、今から登板向かったんで、どんなピッチングしてくれるかね、とっても楽しみです。やっぱりこうやってこの角度からね、後ろから見ていっても前腕の使い方がすごくうまいピッチャーですね。こういうピッチャーのストレートは伸びがあります。きっちり3人で抑えて帰ってきました。ただ2三振ですね。あらボーイにしてもこのユニフォームの着方はどうかと思うんですけどね。これもショートの選手なんですけど、これいいんだっていうね、靴下がグレーのアディダス、チームカラーとは関係ないです。まあ、ドミニカでやってるとね、日本のなんか色とかね、なんか細かい指定とかね、本当にどうでもいいなっていうのをすごく感じるようになりますね。このね、メジャーリーグの靴下履くっていうのも、ね、あるあるです、ね。みんないいやつらです。よく見るとヘルメットもリセイ。ドミニカウィンターリーグリセイのヘルメットで、まあ、なんならねチームカラーとは真逆の青っていう相手のチームカラーのヘルメットですね、はい、関係ないです。一応グレーのパンツはまずいということで、パンタロンブランコ、白いパンツに履き替えてましたね。これから登板するんでしょうね。先発ピッチャーなんですけども、ベンピッチャーを、アンダーシャツはメッツニューヨーク、青、ベルトが緑、スパイクはオレンジ、チームカラーは赤っていう、もうフルカラーです。でさらに言うとピアスですね。これも全然ありっていうね、高校生がピアス入れてピアスつけてこんな反り込み入れてたらね、完璧な不良認定ですが、でそういうわけではないです。はい、ロロ顔文字入ってますね。って言ってるこいつの髪型もすごいっていう。いやすごい見せてくれてます。いや点差2対4ビハインドでフォアボールでノーアウト満塁、ビジャーノスにとっては絶好の、そしてまたとないチャンスですね。
デッドボールで同点です。あらボーイ。さっきねフワンハイメに白いパンツ貸したと思ったらこいつもまた着替えてますね。多分登板の可能性が出てきたんでまた別の選手に借りたんでしょうね。こういう感じで道具回しながらプレーしてます。リリーフの左ピッチャーね、あの途中で背番号変わってますね。もともと今日18番で出ていたんですけども、本来18番の選手が、まあ、貸してたんですけども登板の可能性があるって言ってさっきねパンツ履き返した選手ですね、あいつに多分返したんで別の選手から13番借りたと、まあ、先発のピッチャーなんですけどということで試合中に背番号が変わっても全然 OK と。18番こっちですね。あらボーイ。ハイメの4イニングクロージングというか、まあ、劣勢なんですけども4回投げてヒット0、三振3つかな、完璧な内容で抑えて最終回の攻撃に入るんですが雨かなり強くなってきました。なんとか1点2点取ってサヨナラに持ち込みたいです。2アウトランナーなし、9回、点差は3対4、劣勢です。試合終了、3対4で敗戦です。かなりね勝てるチャンスのあった試合だっただけにねすごく悔しい内容となってしまいましたね。これで戦績1勝1敗のまま3戦目、4戦目に入りますのでここから盛り返せるようにやっていけたらなというふうに思います。試合後ミーティング、まあ、みんなね悔しそうですね、まあ、ただもう明日の話をしているのでマニアナオトロディアって言ってたんでね、この感じでマニアナオトロディア、マニアナオトロディア、そういう感じでやっていきたいと思います。